田中さん、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。もう良かった。はい、いや本当に、いや本当お苦労様でした。お疲れ様でした。本当に失礼しませんでも。いや失言で。いや失言、いや失言っていうか、まあただ単別にみんな思ってることですから。ただ言っちゃいけなかったのかな。ただそう伝え方というか、そのそうですね、いろいろいろんな選挙中とか、いろんな今配信されてるんですか、ね。はい、今1500人ぐらい。あ、そうですか。はい、皆さんどうも。今回はいろいろとお騒がせしました。いやそんなことないです。本音がポロッと出てしまいました。すいませんでした。自分もね言いたかったですね。ちょっと赤尾さんもちょっと赤尾さんも一緒に、はいはい、今回ね、はい、ボードメンバーを卒業させていただいて、はい、やったー、はい、やったー、ね、やったじゃん。いやいやいや、やったでもいいかもしれない。新しいユニットを作りますから。どういう、どういう、いやいやいや、ついにほらアヒルのなんお姉の真似しながら、その2人でダンスができるという、ね、ちゃんとすね毛はみ出しながら白タイツからやる芸能部、ね、芸能部あります、ね、賛成と芸能部作りましょうよ。芸能部作りましょう、やるわよ。ねえ、本当にやります。いやでもね、まあ、ちょっと若干真面目な話になるんですけど、はい、今回ほら田中さんが出たところで、うん、当選された方がもう70半ばぐらいの方じゃない、うん、地域の方って本当にどこまで考えてるのかなっていうのが、まあそうなんですよ。そういうふうにちょっと思ってしまったんですよ、はい、周りの反応とか地元の反応っていうのはどうなんですかね、うん、選挙区がね19町村ありまして、はい、で徳島県同じ面積なんですよ、ほぼ。え、あ、面積が広いね、そこにね有権者7万人しかいないっていうところで、なるほど、もうすごい、もうとにかくポツンポツン点在してる感じだったんですね。僕の住んでる町から端の町まで行くのに車で1時間かかる。そこには有権者1000人しかいないとか、そういうようなパターンとかもすごかったので、僕は三陸豚のリゾートエリアに近いところは、うん、まあ、皆さん応援してくれる方いらっしゃったんですけど、この沿岸部のところがやっぱりなかなか苦戦してですね、届かなかった。だから知ってる人には入れるんだけど、知らない人にはなかなか投票行動っていうのが、ね、で投票率も低かったんですよね、うん、ちょっとね厳しかったなと、はい。じゃあ田中さん、じゃあ今後はなんかこの定例の時はじゃ あまりもうじゃあお姿が見れなくて、いやもう今日で見納めで、いやー、私も見納めよ。姉さんもですか？姉さん近いんですけど、そこのさんはアドバイザーで、ね、はい、今後もゴレンジャーの一員として頑張られるので、はいはいはい、私はこれからですね、はい、議員団っていうところの部署のですね、はい、ところで新しく議員になられた方とかをいろいろとですねお手伝いさせていただくというような形で、あ、まあ、参政党の党勢拡大にはもちろん関わっていきますしね、はい、もう自分も次の選挙もあるでしょうし、そうです、ね、はい、しっかり活動していきたいなと、はい、じゃあまた新たな役割を持って、また違った目標というか目的を持って ね、 そうですね、新しい種を育てていくというような、そうですよ、そういう役割を、はい、発言に関してはですね、しっかりと厳しく指導して、そうですね、皆さんにしくじり先生になりながら、こんなツイートしたらダメですよって、そう、こんなツイートしたらダメだぞ、そうそう、言うことは思っててもいいよと、はい、うん、ただ言い方とタイミングが悪いよねということで、それはしっかりと皆さんにお伝えしていきたいなと思いますね。最高最高最高、はい、もう毎回お前が言うな的なツッコミが入ってくるというようなね、どんどん突っ込んでくる。踏まれれば踏まれるほど強くなりますから。まあ、で第2第3のね、じゃあお姉キャラもね、その中に素質がある人もね、ちょっとぜひとも育てていただいて、はい、芸能部でね、はい、スカウトしないとね、でも LGBT 反対よ。あの法案には反対よ。それで反対、LGBT 反対。でいきましょう。やっぱり、ね、このキャラですよ。やっぱりこれが明るくしてくれます。やっぱりね、やっぱり田中さんもまだまだこうやってね、参政党の中で本当にたくさん活躍していただいて、また次もありと思うんで、はい、またみんなで一緒に、はい、本当に参政党、はい、皆さん頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おちはい、何もネタになってんじゃん。もうまだ来ます。じゃあしくじり先生、楽しみに動画作りますか、はい、しくじり先生、いいですね、いいですね、しくじってないこともあるんですよ。あ、そうですね、そうですね、切り取りはダメですね。いいとこと悪いとこ両方。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。